ニコニコで来てくれてありがとうございます。あ、よし。そう、もうみんな新学期です。週末、いいちゃんたちはおしゃべり会7期生は合宿、そう、頑張ってください。合宿の思い出はなんだろうな、合宿の思い出。でも初めてだったから一人で行くのは、だからずっと不安だった。一人で起きるのも無理だったから、5月のコンサートはね、お昼は出ないんですけど、夜は出るので、しかも7期生のね、お披露目なので、ぜひ来てください。お昼は出れないからさ、そう、
なぜ平日なんだ、そう、そういう、そんな感じかな。なんで平日なんだろうって思ったか。平日でや、見えないじゃん。5月のゴールデンウィークっていつ？今週末は東京ビッグサイトだね。ここ使うの久しぶり。東京ビッグサイト。5月はどんなコンサートになるのか楽しみです。あとは10日もうすぐでおしゃべり会だね。お休みは満喫しました。結構ね、そう早起きはできなかったんですけど、まあ大丈夫でしょうと信じて頑張ります。学校友達をね作ります。絶対に友達
達とクラス一緒じゃなくていいので、ちょっと友達をね作りたいと思います。自己紹介が、自己紹介あるのかな、やっぱり。好きなことは石松ゆいなです。好きな食べ物はすごくね、あったよ、あの石松ゆいなです。でなんか好きな言葉何々です、1年間よろしくお願いしますって言ってたんだよね。え、先生変わるからさ。好きな食べ物は、好きな〇〇ってなんて言えばいいか、好きな教科、好きな食べ物は果物、果物はいちごです。あ、好きなペット、好きな動物はウサギです。初めてだね、教科ごとに先生が。理科とかなんか家庭科とか以外変わってなかったのね。そう、後期になんかそう変わったりしてた。ちょっとずつ体育の先生とかを4組の先生と一緒にやったりとか。飼ってるペット独特だから、だよね。チンチラとモモンガとハリネズミを飼ってます。これでいいね。え、なんかこれあんこ出てきた、あんこ出てきたんだけど。なんて言ったらいいんだろう、あんこ、そう、苦手なんだよね、あんこ。好きなカレーは好きじゃない、そのカレーは。見せてって言われるかな。つぶあんもね、ダメなんだよね。前まであんこ好きだったんだけど、なんか嫌いになった。たい焼きをおばあちゃん家で食べたのめっちゃ前なんだけど、それでその時はまあ食べれるっしょぐらいで、あんこのたこ焼きを食べて、そう、うえーってなって、そこから食べれない。マシュマロもね、なんか前にキャンプした時になんか焼くじゃん、焼きマシュマロみたいなが挟んで焼いたりして、その時に全然食べてたんだけど、ずっと食べてたらうえーってなって無理でした。お餅系はあんまり好きじゃない。団子もね。でもみたらし団子大好き。みたらしは好き。
だからチョコ入ってるね、マシュマロも無理なんだよ。きなこは大好き、きなこ。なんかきなこのチロルチョコとか美味しかったらいっちゃう。大福わかんない、大福。フルーツ、あ、いちご大福とか多分食べれるかもしれない。どうだろう。長い餅は食べれないと思う。あんまり食べたこと、なんかあったかいあんことかあんまり好きじゃない。でもたい焼き、あれカスタードとかのたい焼きは普通に食べれる。ちょっとどら焼きとかも無理。全然お汁粉も無理なんだよね。でもね、給食とかにねたまに出てきてたから、そう頑張って食べてた。あ、15分経ってたのでちょっと断食をしたいと思います。13位中島優さん、12位ブキックさん、11位フルヤさん、10位ヒカルビさん、9位リョーダさん、8位春巻さん、7位ヒロタンさん、6位シーナさん、5位ダルマインコさん、4位カズオさん、ありがとうございます。で第3位はぐる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 っとかん、豚バラパラダイスさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はぐる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 っとかん、しょうちゃんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 っとかん、あすかさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。てくれてありがとうございました。明日は皆さんお仕事頑張ってください。新学期頑張りましょう。友達をたくさん作っていきます。じゃあ2936人の方ありがとうございました。5 4 3 2 1、またね、バイバーイ。バイバーイ。